神戸の母さん、無限のゼロ。ご視聴いただきありがとうございます。神戸構造です。今日は2015年に秋の神戸で開催された私の展覧会無限のゼロの模様を動画でお伝えします。ご覧いただいているのはポートピアホテルのエントランスの模様です。この神戸のポートピアホテルで私の個展を企画していただきました。会場となったのはポートピアホテルの1階の奥にあるポートピアギャラリーです。美術館のようにとても広いギャラリーなので、本当にここの壁を全部私の作品で埋め尽くせるのかどうか、ちょっと不安なところもあったんですけれども、制作中たくさんの皆さんに励ましていただき、なんとか初日を迎えることができました。それではどうぞ中へお入りください。まずは会場の全体像をご覧ください。今回このように丸い作品ばかりが並んでいます。無限のゼロということで形にもこだわってみたかったので、丸いキャンバスに作品を描きました。結構大きな作品もあるんですけれども、会場が広いので作品と作品の間を結構空けて展示したんですけれども、おかげで来られたお客様にはじっくり作品に浸ってご覧いただけたと思います。皆さん一つ一つの作品をじっくりご覧になっていました。四角く見える作品もこのように角が丸くなっていて、真四角の作品は一つもないんですね。まあ、何枚か過去の作品を奥の方に別のスペースに飾っているんですけれども、それは四角い作品もあるんですけれども、新作は全て丸で統一しました。結構55クラスの作品とか、縦が1メートル近くもある巨大な大きな作品もあるんですけれども、もう本当に会場が広いので作品がとても小さく見えました。ところどころなんかすごく倍速でお伝えしていますけれども、大丈夫でしょうか。これが縦が1メートル近くもある巨大な顔の作品なんですけれども、大きな顔は本当に難しくて、油断するとなんかバランスが崩れてしまって、制作中とても気を使いました。これはパノラマ撮影した会場の模様をお伝えしています。なんかこう湾曲して映りますよね、パノラマって。改めてこうやって見てもとっても広い会場でした。私もここまで広い会場に作品を展示したことが今回初めてだったので、もう本当にこう展示力というか、展示する力というか、作品のバランス力というか、この展示をする力っていうのはかなり鍛えられたように思います。本当にお客様も椅子に座って作品を一つ一つご覧いただけたり、ゆっくりじっくりと作品に入り込んで浸ってご覧いただけたんじゃないかなって思って、私も本当に良かったなって思っています。ここからはお客様が作品をご覧になっているところを倍速でお伝えします。なんかすごいですよね、こうやって早く見ると。作品を見られているお客さんでこういう動きをしてるんだなと思って、私も改めて、じっくりと見させていただきました。今回も本当にもう全国から、日本全国はもう元より香港や台湾、それに海外からもたくさんのお客様が来られて、このポートピアホテルに宿泊して会期中何回も来てくれるお客様や、私はもともと神戸阪急で個展をしてたので、神戸阪急の時代のお客様が何回も何回も駆けつけてくれる、そんな展覧会だったように思います。本当にありがとうございました。これはちょっと浮遊した感じで上から撮影しています。このアングルでなかなか作品を見ることもないと思うので、ちょっとお見せしたくてこういうアングルで撮影してみました。本当になんか浮いてるような、水中を泳いでるような、そんな感覚になりますけれども、いかがでしょうか。
それから今回初めてギャラリートークを経験させていただきました。もう今まで長く活動してるんですけれども、初めてだったそんな経験なんですけれども、とても貴重な経験になりました。2週間の間に2回ギャラリートークをさせていただいたんですけれども、1回目のはちょっと音声がきれいに取れていなかったので、2回目最終日に行ったギャラリートークの模様を今からご覧いただこうと思います。結局後からお客様がどんどん入ってこられたので、かなり長引いて1時間半か2時間ぐらいトークショーを行ったんですけれども、それをぐーっと30分ぐらいに縮めたものを今からご覧いただこうと思います。なんかトークショーの模様っていうのは、なんか私のショットだけでずっと同じ感じなので、合間合間に作品のディティールをご覧いただこうと思います。ぐーっと作品に近づいて、作品のディティールなんかをこうじっくりご覧いただきながら、トークショーもご覧いただきながら、なんかそんなお時間になると思いますけれども、作品もそれからトークの方もじっくりとご覧いただければいいなって思います。作品のコンセプトなんかもしっかり語っていますので、その辺もお聞きください。それではどうぞ。こんにちは、よろしくお願いします。今日はあの簡単ですけどこれ進行させていただきます。よろしくお願いします。はい、先生にいろいろ質問事項を説明させていただきます。初期の水彩画と最近の作品は全然違いますが、はい、なぜですか？あの絵を描き始める前からその子供が好きで、どちらかというとこう子供が欲しいみたいな、できれば子供を産みたいみたい な, なんか子育てに対してなんかなんて言うんでしょう、母性のよう な, なんかそういうのもあったんですけれども、だから最初からずっと子供を描いてるんですけれども、初期の頃はどちらかというと子供そのものを描いてたというか、なのにあの子供が描けないというか、子供が描きたいのにこう小さなお人形さんみたいな時期がデビュー前はあったんですけれども、どうやったら子供が描けるんだろうなと思って、解剖学とかデッサンとか自分なりにすごく頑張ったんですけれども、絵は上手くなるんだけども、なんか自分が思ってる作品ではないんですね。でどうしたらいいのかなと思って、学童保育というところに5年間指導員の仕事をしたことがあるんです。それからこう子供に教わって、子供たちと体ごと心ごとぶつかっていくうちに子供が描けるようになって、初期の頃はどちらかというと子供そのものをあの描いてたような気がします。それで今はどちらかというと、その子供を投影して私たち大人とか現代社会とか、そういうものを描いていきたいなと思ってるんです。だからこうバランス的には子供なんですけれども、じっと眺めていただくと皆さんの等身大の姿がどこかに映ってたりとかあると思うんですけれども、だから子供が好きで子供を描いてる、子供が欲しく産んでみたかった、子育てしかしてみたかったというのももちろんあるんですけれども、もう一つは子供の頃に今の私が戻って自分をすごく否定していた時期があるんです。なんで生まれてきたのかな、なんで存在してるのかな、なんでここにいるんだろうというのがわからない時期があって、消えてしまいたいって、死んでしまいたいと思った時期がたくさんあるので、その頃の自分に今の自分が戻って1枚ずつ肯定してあげている作業みたいな、あなたもあなたのままでよかったのよみたいな、あなたはそれでよかったんだよ。だからこう書いてると、なんか子供時代のこう思いがすごい溢れてくる時があって、この子どういう髪型にしようと思った時に、この子だったらこうちょっとスキンヘッドにかぶったみたいな髪型になってるんですけれども、あの頃はもう無理やり髪の毛を切られて坊主にされた時に、本当はこういう髪型がしたかった、なんか自分の思いみたいなものがあれば、なんか中にはザンバラにこう右と左がちぐはぐになったような、ザンバラの髪の毛をしてるよう な, なんか散髪屋さんに無理やり連れてかれて、どうしても髪の毛が切りたくない切りたくないって言って、それでも散髪屋さんに連れてかれるので、無理やり自分のもうどうせ人に切られるんだったら自分で切るって言って、自分でハサミで髪の毛を切っていたんですね。5歳ぐらいまで。だから1枚の絵なんですけれども、なんかいろいろな思いがあるというか、こう現代社会を投影したい、もちろん子どもも大好き、そして自分自身みたいな、なんか現代社会と自分自身が入り混じっている。だからなんか1枚でなんか説明してくださいって言われても、いろいろな思いがあるので、一言でもなかなか説明できないような、だからなんかその元々は子供を追い求めて描いていた、なんか可愛いけどちょっと弱い作品だったと思うんですけど、今の作品見たら、今もまだまだなんですけれども、もっともっとなんか強いような、
もっともっとこう自分を突き詰めて突き詰めて、本当は何が嫌だったのかな、本当はどうなのかな、世の中ってどうなのかなって、もっと突き詰めて今後書いていけたらなと思います。だから多分10年後に私の作品をご覧になった方が、10年前のポートピアホテルの作品ともまた変わりましたけども、なんでですかっていう多分質問が今後も来ると思うんで、でもそういう質問があるっていうのは私が進化している、変わっている。だから中には、あの過去の作品を持たれる、こんにちは、過去の作品を持たれているお客様が、コーブさん変わってしまったからもう展覧会に来たくない、来れないみたいな方もいると思うんですけれども、なんかまだまだ聞きたい気分がいっぱいですけど、一つの展覧会でも何回も来てくださる方、なんか宿泊して何度も来てくださる方とか、神戸にお住まいで何度も来てくださる方とか、なんかその都度なんかやっぱりこの前来た時よりは今日の心の変化が違って見えたと か、 なんか絵も変わってるけど、ご覧になる方の心境の変化でも、だからなんかこれ怖いですねって、これは悲しいですね、怖いですねって、いろんな見方があると思うんですけれども、怖いなとか何か感情的に感じた時にそれだけで終わらずに、じゃあなんで自分はこれを怖いと感じるのか、同じあなたが怖いと感じるものを他の人は明るいって感じる場合もある、自分はなんでそう感じるのかっていう、自分の私も内面性を突き詰めて書いてるので、ご覧になる方も自分の内面性とか過去とかをちょっと引き出しから出してご覧いただけると、またちょっと違った作品の見方ができると思って、はい、今回スタンプを使った作品が多いですが、はい、なぜスタンプを使っているのですか。はい、現代社会を描きたいんですね。それはなぜかというと、やっぱり自分が今生きている世の中だから、大量生産大量消費はその物だけじゃなくて、もしかしたら人の思考とか考え方とか、なんかそういうものまでも何かあるんじゃないかなって考えて、それを表現したいときに何か反復を表現したかったんですね。そうするときに日本っていうのは、あの判子の文化、サインよりも判子を押す文化っていうのがあると思うので、なんかスタンプを使ってその反復を表現したいなと。その反復を使って現代社会の中にある大量生産とか大量消費とか、そういうものを表現したいなと。点が線になって線が面になっていくように、言葉が文字となって文字が情報となって、嘘も真実もなく、中には真っ赤の嘘もあるわけです、真実もあるわけです。今は自分で汲み取っていく、もしかしたらその中に邪悪なものがあったり、嘘があったり真実があったり、ね、本当はこれ安心安全ですよって言われてたものが、本当は実は危険だったとか、私たちが手に負えなかったものとか、これからももしかしたらそういうことがあるかもしれない、なんかそういうところを何か書きたくて、なんか点が線になって線が面になってくる、このままどん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 なっていっちゃうんじゃないかなって危機感も感じて、なんかそういう反復を意味して表現したかったので、スタンプ0というスタンプもあると思うんですけれども、これも金色の奥に0がスタンプしてあるんですけど、ということで無限の0、線が点になっていく、またステートメントも柱のところに重なっているので、それもお読みになって作品をご覧になったら、そのスタンプの意味とかもまたもっと分かっていただけると思います。じゃあ次にすいません、はい、以前の作品は、綺麗で可憐で可愛くて良い印象だったと思います。初期からの持ち味やモチーフはそのままに、とても強くなった印象がありますが、何か理由があるのですか。強くなったんでしょうかね。怖くなったと思う、ね、なんか質問をあれが多いですね、昔と今の。そうですね、比較というか、はい、昔はこうだったけど今はこう、はい、どういうこと、単純にね、何か先生の中でそういう変化とか、あ、それはそうですね。なんか昔はどちらかというと自分の内面性とか自分のアイデンティティ、性別的なことから逃げていた時期があるんですね。なんかカミングアウトするのが怖かった。なぜかというと、テレビを見てニューハーフの人とかがテレビに出るじゃないですか。そしたら一緒に見ている家族とか周りの友達が、これっておかしいよね、気持ち悪いよねって言うんですね。そういう環境の中でなかなかカミングアウトもできないです。世の中いろんな人が、障害がいる子もいる、病気の人もいる、喋りたいけど喋れない人もいる、なかなか外に出かけられない人も、いろんな人がいるけれども、みんな同じ人間だし、みんな同じ人間命なんだよって、だから誰がいたっていいんだよ世の中っていうふうな、ウェルカムですよっていうふうな人ことをみんなが言ってくれれば、多分カミングアウトできる人がいると思うんですけども、それはちょっと光栄になってしまうので、そういう風なところで、やっぱり30歳を起点にこのまま逃げてていいのかなと、
絵の壁にぶつかった時に自分の内面ともぶつかった時期があったので、じゃあちょっと自分とちゃんと向き合ってみようかなって、自分とは何者なのかなって、最初の話にもつながるんですけれども、もっと自分を突き詰めて自分が何者なのかって突き詰めてみたい時期があって、その時に作品がぐっと変わったんですね。そして自分がカミングアウトした後もやっぱり周りはウェルカムな人もいれば排除する人もいれば差別する人もいたんですね。そして同じ、私は全然変わってない、同じ一個の人間なのに、すごいなんか自分のアイデンティティを世の中に出した時にこれだけ差別されるんだなと、同じ私が同じなのに同じマンションの人に署名運動されてマンション出ていくとか、そういう思い、今思えばとても貴重な経験で、なかなか普通に生きててこう差別をされる経験がなかなかなかったので、あ、私は良かったなと、絵描きとしてすごい良かったなって今は思うんですね。そのことによって自分をどん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 こう自分と向き合うことによってぐっと作品が変化してきたんですね。まあ、昔はこうデパートというところで展覧会をしてたので、変わることが許されなかったというか、こういう可愛らしいお花畑でこう説明がちゃんと書いてあるような、そういう子供を描いてくださいという依頼があったのでなかなか変われなかったっていうのも事実なんですけれども、ちょっと5年間絵を休んでた時期があるので、その時期に画法もともかくちょっと水彩じゃなくて、これはキャンバスに一旦綿の布を貼ってにじみ止めをした上から絵の具を重ねてるんですけども、自分なりの技法も追求したかったし、誰かにどう見られるとか、そう怖いって受け入れられないとか、誰かにどう見られるかばかりを気にして可愛い絵を描いてた時期があったので、人にどう見られるかじゃなくて自分が皆さんにどう伝えるかっていうことを中心に、もう嫌われることを怖がらずに描いていこうと、その時にぐっと作品が変わってきたんだと思います。だから昔をご存知の方はなかなか受け入れてくれない、興奮が変わってしまったっていう方ももちろんいると思うんですけれども、心のどこかに何か残るような、なんかそんな作品を描いていきたいなと思います。答えになってますか、ね、あ、はい、やっぱりそういう流れを聞いてるとすごい先生の強さどんどん感じます。弱いですけど、いやいや、本当に強さを感じます。はい、先生、影響を受けた画家さんを教えてください。影響、私の絵はイラストとかアニメとかたまに言われるんですけど、もう子供の時からもう岩崎千尋さんから始まり、上村松園さんの髪の毛の線の細さに憧れ、丸山応挙にも憧れ、あとこの白い肌といえばもう見てわかる方もいるんですけれども、レオナール藤田嗣治の肌にも憧れ、ジブリのトトロにも憧れ、ドラえもんにも影響され、だからもう私はこのやっぱり世の中に生きてるので自分に嘘はつきたくないので、アニメっぽいとか言われても自分が影響を受けたものは全部作品にもう素直に表そうと思ってるので、どこかにこうジブリの雰囲気があったり、アニメの雰囲気があったり、クラシックの雰囲気があったり、いろいろすると思うんですけども、何に影響を与え受けましたかってすごい聞かれるんですけど、もうそれはたくさんです。そして皆さんがこう来られてる皆さんのお顔をお話しすると、その方もいつの間にか反映されますし、いろんなものが視覚からも出てくるってことですね、はい、そうです。悲しいこと、辛いこと、楽しいこと。今では村上隆さんや奈良美智さんのご尽力でアニメも漫画も現代アートとしてのジャンルを確立した昨今ですが、あなた先生がデビューされた、あなたさんがって書いてあります、デビューされた1900年代は、失礼ながら、先生のような画風は美大どころか画壇や、画廊界隈からもサブカルチャーとして見られ、美術としては受け入れられなかったと思います。そんな中どのようにして、デビューしてどのように活動してこられたのか興味があります。私ずっと挿絵とかこう、まあ、18歳で大阪に出てきて、まず初めにやったことは似顔絵描きだった。オリックスバッファローズのイチロー、今のイチローじゃないですよ、オリックスバッファローズのイチローで、美空ひばり、紀子さん、秋篠宮様、ダイアナ妃の見本を描いて、どれも似てないんですよ。で、書いてお客さんに、これ誰ですか、一郎ですか。すごい不得意だったの、似顔絵が。なのに、なんとか絵で
お金をもらって絵の勉強もしたくて顔を描きたかった、真正面の顔を描きたかったから、うん、なんとか真正面の顔を描けるでしょ、似顔絵って。だから500円で描いてました。でその当時のアパート の家賃が1万8000円だったんですよ。で似顔絵のお金だけで1万7500円稼いだことがあるの でそれから初めて挿絵画家になって、こう出版社に行って、出版社でいつもこう何か仕事ないですかって言って3000円の挿絵の仕事とか新聞の間違い探しとか、そういうなんかお仕事をもらいながらやってたんですね。でもやっぱり自分は注文を受けて作品を描くというよりも、やっぱり自分の描きたいものを描きたい、そうした時にどうしたらいいのかなって、やっぱり展覧会で発表したいなっていうのがあったんですね。その時に画廊とかギャラリーに作品を持ち込むようになるんですけれども、あなたの絵はイラストだから画廊では飾れませんっていう時代があったんですけど、一件だけ私の絵を扱ってくれる画廊が見つかったんです。本当は貸し画廊なんですけれども、私あなたの作品好きだから個展していいよっていう画廊がたまたま一件見つかって、そこのオーナーさんがたまたまご自分も車椅子で身体に障害があって、口で筆を加えて絵を描く方だったんです。だからすごく視野が広い方だったんです。アニメであろうが何であろうが、だって歌だってそうでしょって、そのジャンルに関係ないから、あなたの絵を素直にいいと思えたから、やりたいって言ってくださって、それがきっかけで、そこにたまたま大きな画廊の、心斎橋の大きな画廊の社長がたまたま見に来てて、うちの専属になりましょうって、契約 しましょうってスカウトしてもらって、でそれからまあ日光ホテルとか神戸阪急とかいろんなところで展開できるようになったんですけども、今はもう先ほど言ったように村上隆さんとか、はい、いるので、それはちょっとプロデューサーにちょっと話を聞いた方が、昔は私の画風というのはもう15年前に出会ってるんですね。その時は鼻で笑われたんです。私は持ち込んで扱ってくださいプロデューサーって言ったんですよ。全然行く方向がたまたま違ってまして、まあ私もこの美術の仕事して40年ぐらいになりますんでね、例えば昔だった、まあ、ご存じのように海原龍三郎とか、最近は中島千奈美さんって桜の絵描いて有名な人、それその今年の3月に展覧会したり、そういうことをしてるんで、どっちかというと権威的な部分で、それから見るとやっぱりこういう風な作品はちょっと前まではやっぱりなかなか扱えられない作品だったんですね。だから今時代がこういう流れになってるっていうふうなこともありまして、我々の生活環境とか考えとか全部含めて、やっぱりこういう作品が今主流になってきて、権威的なものって必ず崩れ去っていくんですね、その時代時代によって。ただ文明と文化って一緒なんですよ。人間にとってより良い生活ができるためって書いてあるんです。文明と文化の理解はできてないんです。で文明っていうのは文明の利器っていうふうに、ああいうカメラとか車だとか、この頃スマホだとか、そういうことありますね。でこれは素晴らしい、確かに人間にとって便利なもんでいいもんですね。ただしできたら必ず何かが失われていってるっていう、なんか必ず置き去りになっていってですね。本来は文明っていうのはそういうふうな人間をより良くする、そういう外のもんです。文化っていうのは心の中のものです。で心の中のものが一旦できたら崩れません。例えば美術に関しては平安時代だとか鎌倉時代に出てきたものが未だに残ってる。源氏物語もそう、古事記もそう、つれづれ暮らしもそう、未だにずっとあるわけです。今の人も読んでいろんな勉強できるわけです。これぐらいすごいものが文化です。目にしていくというふうなことが人間形成にとって非常に大切です。情緒感とかっていうのはが欠落して起こってる事件、事故とか多いじゃないですか。だからこそ目に見えないものって非常に大切なことで、僕彼女の映画ね、久しぶりに見て去年パッと見た時気に入ったのは何かって言ったら、我々の世界でいう画品っていうことなんです。絵の 品格、彼女こういう絵の品があるんです。でこの品っていうのは品を描いてくださいなんて描けませんよね。この人物は誰でも描ける。その画品だとか、この目に見えないものをどう表現するかが美術の世界なんです。空気を感じるだとか、なんか他のものを感じるとかいうことが
その絵の訴えかけるもんだと思いますので、私は見た時にこの画品が非常に気に入った。でその画品がどうして出るかというと、生き方しか出ません。その人がもうそれこそ自堕落ないい加減な生活して画品のある絵描いてくださいとできません。やっぱりその人の生き方そのまま出てくるということで、なかなかそういう部分ではね、たくさん絵描きますけど、そういう目で見ていただいたら、どれだけすごいかということが分かると思います。今日はお客様が前だから割といいこと言ってくれたんですけども、こと細かにここ手抜いてんのすごい怖い、もうものすごい怖い。もうなんかね、もうプロデューサーってどのプロデューサーもそうなんですけど、書かないから分からないんでしょうね、書き手の苦労みたいな。でもお年を召されて丸くなったんですよ。昔はもうすごい、そうそうたる千住博とかすごい、木谷浩二とかすごい人とお仕事してこられたので、私なんて絶対こう扱ってもらえないと思ってたので、すごい怖かったんですけど、最近やっぱりね、年齢とともに丸く。社会においてのアートの役割についてどうお考えになりますか？先ほどの話とちょっと通じるんですけれども、やっぱり想像力とか感性が、だって感性って筋肉と同じで、常になんかこう刺激してないと衰える気がするんですね。だから玄関を出て、今日どっちから風が吹いてましたって皆さんに聞いたら、そんなこと考えて生きてないじゃないですか。でもそれってやっぱりそういう感性をなんか持ってたりとか、想像したりとか、やっぱりこうエンターテインメントは説明があるから楽しいじゃない。でもアートって想像しないと見れない部分がすごくあるんですね。なんでこの人はこんな風にこういうことを表現してるのかなと、質問がたくさん出るのもそういうところだと思うんですけども、そういうなんか想像力っていうのとか感性とかが欠落してる事件っていうのがすごくあるので、やっぱり私たちもしっかりこう人のそういう感性を刺激できるような作品を今後も描いていっていかないと、それが社会に対するアーティストの役割だなって思ってるので、皆さんもなんか今日感じて、なんか感じたことがあったら、今日見たりすごく怖かったよとか、こうだったよとか、こういう人が描いてるんだよとか、なんかそういうことを知ってる方に伝えて、なんかもっともっとこう美術館とか評価されてても、どういうものだ、どういう人が描いたって分かってるものにはすごく列ができるのに、画廊にはなかなか日本って人が来てくれないので、日本ももっともっとこうアートが浸透するような世の中になっていくように、なんかそういう役割が一人一人のアーティストに、私だけじゃなくってあるんじゃないかなって思ってます。何ですか、そのピンクの髪は。これご質問カードでございます。来ていただいた方にちょっと最初早く来ていただいた方に、はいはい、ご質問事項あればということでお願いして、はい、書いていただきましたので、はいはい、では、それぞれの絵にはモデルとなった人物がいるのですか。先ほども言ったあのね、割と耳がこうこっちを向いてる絵が多いじゃないですか。なぜかというと私がこういう耳をしてるから。だから細かいところは結局自分の鏡を見ながら、まつげってどう生えてるんだろうとか、髪の生え際ってどうなんだろうとか、特にああいうわっとうねった髪の毛の子は自分が実際にそういう髪の毛をしてみて描いたりとか、自分がモデルになってることが結構多いんですけれども、うちの甥っ子の表情だったり、なんか出会った、例えば大人ですよね、皆さんと出会った時に、この人子供の時どういう顔してたんだろうとか、そういうことを想像してなんか頭にインプットして、だから展覧会に来られてお会いすると必ず次から登場するみたいな、だから自分を探してくださっても大丈夫な感じ。そういうお客様もなんか似ておられる方いらっしゃる。いますよ、すぐ分かりました。あと会ったこともないのにうちの息子にそっくりですとかそういう方も。アトリエでだいたい1週間2週間こもって絵を描いてるので、電車に乗るともう本当人間観察がしたいんですよ。特にお化粧してる人何も変わってない人もいればもうすごい変わってる人もいれば、私ちなみにそんな変わってないんですよ、すごいしてるようで、ある時すごい人見て、クレンジングシートで化粧を落としてる人見たの。疲れてこう電車から来てこう座ってで、その時に顔をすごい観察したんですよ、化粧した時と。そういう時はすごいインプットされて次の作品に反映してます。必ずします。なぜかというと、次のテーマから人間のコンプレックスと妬みとかを描きたいなと思ったんですよ。劣等感みたいな、はい、でそれ別に 悪く言ってるんじゃなくて、
整形をしてる人とネタ、あの自分のコンプレックスとの関係性みたいなとか、それそんなに綺麗になったのにすごいなんか人を妬んでる人がいたんですね、たまたま。その妬みとか、そういう人間の中にあるコンプレックスとか、強いてはその国同士のコンプレックスとか、深いこう大きな面でのそのコンプレックスとか嫉妬とかを書きたいと思ってるので、その原点となる電車でお化粧する人のコンプレックスをすごいいいんですよ。あ、そんなにつけ、そんなにっていう、それはすごい絵の題材になるし、絵描きとしてのなんかそういう観察魂をこうくすぐられるというか、ものすごい変わる人がいるんですよ。きっとこう絵を描かない私たちと先生の絵を描かれる視点が多分違うんですか、ね、違うんですかね。ただ単には非常識だな、マナーが悪いなとして見るんじゃなくて、この人はどうしたのっていう、物を見るみたいな。そうです。だからあの電車に乗ってよくこう寝られるんです。ここで私起きてちゃんと観察してるので、こう寝られて肩を置かれるでしょ。チャンスじゃないですか。私の領域ですよ。私の肩はそこで寝られるんですよ。それでこんなアングルで人の顔を見られるんですよ。そして起きられてパワフクリストに怒られて、だって怒られる必要ないですよね。人の肩で寝てるのは そっちなんだから、見るのは勝手じゃないですか。人の肩を使ってるんだから。した人の眠る顔とかね、今回も作品にありますよ。そういうあれは何で斜めになってるかと、その私が斜め見てた。だからそういうなんかもう電車ってすごい人間観察の方法だなと。その中で見てると、あの今回の作品にもなってるんですけれども、うん、3人ぐらい集まると大体同じ格好なんですよ、親友同士って。で、なんでかなと思ったんですよ。で、ある時に4人組がいたんですよ。同じメイクでした、同じような服装でした。じゃあなぜその同じような服装がその人たちの中でなるのかなって観察したんですよ。そしたらなんでかなって私なりに考えた結果が、この4人の中で情報が渦巻いてるんだなって。かわいい、それどこで買ったの。この4人の中ではベストな可愛さなんですよね、その服。それがあの作品になってるんですけど、同じようなメイクをして同じような服を着てる団体が何人かで固まっているのは、この4人の中で、それは若い人だけじゃないですよ。年齢を重ねた女性でも集まったら、だからそれが怖いんです。でも4人だからいられてるみたいな。あ、この中で情報が渦巻いてる、買い物の情報も、あそこで買ったよっていう情報も、あ、そうやって情報って盲目になって、この中で渦巻いて同じ顔が出来上がり、同じ服が出来上がり、見解です。話がずれました。高杉の悲しい事件を受けて、あの書かれたという作品を見て涙が出ました。 あちらのこう口を風船を膨らませて、言葉が、あの作品を書いてる時に、下書きを書いてる時にニュースがラジオから飛び込んできたんですね。そしたらなんか書きながらどん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 、今も思い出したら涙が込み上げてくるから、すごい込み上げてきて、この子たちもう二度と喋れないんだなと思ったら、この子たちどんなこと喋りたかったのかなとか考えたら、あ、このなんかその現代社会に潜む生きるなんか悲しい事件とか、やっぱり想像力とかそういうことが欠落していて、なんかやっぱりそういう社会の情勢とかも作品に反映してあるので、なんかそういう風な感じで見ていただけたらなって思う。やっぱり1個か2個はそういうなんか現代社会に潜むそういう闇みたいなところも描きたいなと思ったので、今回は正直に描かせていただきました。今日は宝塚で先生の講演を聞かせていただいて、ぜひ本物の絵を見てみたいと思いきました。絵には詳しくないのですが、先生の絵一つ一つを見て込められているメッセージの重さや、見る人によって受け取り方が違う不思議さ、奥深さを知りました。ありがとうございました。こちらこそ感想に、ありがとうございましたと。で、質問ですが、いくつかの作品にテントウムシが書かれていましたが、はいはい、どのようなメッセージが込められているのですか。はい、あの今回ちょっと新作がちょっとインパクトの強いものが多いので、過去の水彩画を飾っているので、そこにテントウムシがいたと思うんですけれども、去年一昨年の展覧会でフェリス・コシネルというタイトルでお届けした展覧会なんですけれども、その時はちょうどあのアトリエの引っ越し事情でちっちゃい絵が描けなくて、水彩画ばかりの展覧会をしたんですけれども、その時にあの妖精を描こうと、
じゃあなんで妖精を描こうかなと思った時に、私が今まで聞いた悲しい事件の先ほどもそうなんですけれども、私が描きとしての役割としてもう一つは、何か子供がこう私の兄弟でもいるんですけれども、生まれたくても生まれることができなかった、生きたくても生きることができなかった子供たちを何か浄化するような供養するような気持ちっていうのはどこかになんかいつも持ってるんじゃないのかなって。私も一度死にかけた時期があって、そして生死をさまよって1ヶ月半死ぬ生きるっていうのを繰り返して、やっとこうやって生き延びることができたので、命の重みというのを書きたかった展覧会なんですけれども、その時にこの子たちを無事に天国に届けてねっていう思いで、天の道の虫っていう日本語では書く天童虫をどの絵にもつけたのがきっかけで、あの絵には、あの展覧会の絵には全て天童虫が書いております。まあ、絵のつもりで、こう水彩画って色が薄いので、水墨画だったら落款を押して画面を閉めるって言い方するんですけれども、私は天童虫で画面を閉める、なんか画面構成の意味でもあって、まあ、いろいろな意味があって、あちらの表にかかっている水彩画はそういう意味で描きました。声届いてますか？大丈夫ですか？はい、なんかどんどん増えてきて宝塚での夏の公演に参加し、お話を聞かせていただきました。ありがとうございます。その時にいただいたポストカードの子どもの絵に興味を持ったので今回来てみました。 ありがとうございます。子どもの目にとても惹かれています。ありがとうございます。なんだか吸い込まれそう吸い込まれてください。子どもの髪や肌の透明感はどうしたらそんな風になるのか知りたいです。どうしたらそう子どもって、子どもって本当にすごいですよね。若さってすごいなって、20代10代の女の子を見ても思うんだけど、子供を見た時に美しいなって、守ってあげたいな、愛おしいなっていう思いがあるので、なんかそれを追い求めて書いてるつもりがあるんですけれども、2009年か、まあ、今の作品もそうなんですけれども、絵の具にベビーパウダーとか貝殻の粉5粉とかを混ぜて何層も何層も塗り重ねているところがあるんです。人間もそうなように、まあ、上から後から赤みを足すこともあるんですけれども、最初に毛細血管のようにほっぺたに赤みを乗せて描いてから、今回数字を中に描いてる場合もあるんですけど、それから上から色を重ねて中から赤みが出るような技法も使ったりしてるので、そういう感じと思います。髪の毛は一本一本細い筆で描いてます、ね。はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。またこの後ごゆっくりお過ごしください。ありがとうございました。はい、以上がトークショーの模様でした。いかがだったでしょうか。本当に初めての経験でどういうふうに進めていいのか、ホテル関係者も私も戸惑ってばかりだったんですけれども、皆さんが温かく見守ってくれたので、なんとか無事に終えることができました。もう本当にドキドキでした。本当の時間はだいたい1時間とかそれぐらい予定してたんですけれども、後からお客様が入ってこられて、どんどん長引いて、私も全ての質問にお答えしたかったので、皆さんには長く座っていただいてお尻が痛くなったんじゃないかなって気にしていました。もう本当にこの2週間の間たくさんの方に来ていただいて本当にありがとうございました。忙しい時間帯とか混み合った時間帯に来られたお客様で、なかなかゆっくりとお話しできなかったお客様のことが今でもちょっと心残りです。本当に申し訳ありませんでした。またの機会にゆっくりとお話ししたいと思っています。こうやってなんか早送りで皆さんがご覧になっている姿を見ることはなかなかなかったんですけれども、あ、こうやって作品をじっくりご覧いただけたんだなとか、なんか面白いですよね。人がこういった倍速で動くスピードって、改めて私もじっくりと全て見させていただきました。本当にありがとうございました。はい、というわけでこの動画もそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。最後までご覧いただいた皆さんには心から感謝しています。本当にありがとうございました。これはちょっとうちの龍のショットなんですけれども、ホテルの関係者の皆さんにも本当にご理解いただき、ご協力いただき、龍もこうやって通うことができました。本当に感謝しています。ありがとうございました。
いつになく長い動画にはなりましたけれども、いかがだったでしょうか。バーチャルな展覧会は感じていただけましたでしょうか。私も本当にこんなに大きな会場で作品を展示することが初めてだったので、本当に勉強になりました。そして初めてのギャラリートークも経験させていただき、本当に学びの多い2週間になりました。本当に感謝しています。会期中も本当に感謝の気持ちでいっぱいだったんですけれども、こうやって動画を編集する作業の中でじっくりこうやって作品をご覧いただけているお客様の姿を見て、本当に改めてありがたいことだなって心から思いました。また来ることができないけれどもって告知に協力していただいた皆さんにも心から感謝しています。すべての皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。もう本当に長い動画なのに最後までご覧いただけて本当にありがとうございました。また次の展覧会で皆さんにお会いできるのを心の底から楽しみにしています。どうぞそれまでお元気で。それではこの辺で失礼いたします。